どうもショータイムゴルフです。今日はですね、練習場に来てるんですけれども、まあ僕のね、練習は二の次で、今日は、レアなスペシャルゲストに来てもらってます。はい、誰ですか？紹介します。はい、どうぞ。大妻慎一郎です。大妻慎一郎プロ。ゴルフ大好きな視聴者の方はご存知かと思いますが、まあ、ツアーでも、ね、活躍されていて、ショートさんと同い年ですね。あ、そうなんですか。知らないですよ。ないです。今日は初めましてです。初めましてですね。まあ、僕はジン君って呼んでるんですけど、ジン君に来てもらったのはですね、まあ、たまたま関東に、来ていたからっていうタイミングもあったんですけど、実は、コースマプロ YouTube 始めましたということで。始めました。これからしていただいて、動画上げていく感じです。頑張って、はい。なんかね、しょうもない動画ばっかり上げていく。まあでもツアー選手の裏の顔をいっぱい見れますけど。そうですね。レアです。はい。僕らより人脈が。間違いない。そういうのを上げていこうかなと思ってます。はい、お願いします。お願いします。まあ今日はせっかくなんで、ちょっとワンポイントレッスン企画ということで。はい。まあ、レッスンをちょっと。そうですね。何を飛ばし、やっぱり。やっぱ飛ばし気みんな欲しがってるから。ドラディス結構上位ですよね。ドラディスはね、多分ドラディス的にはそんな上位じゃないんだけど、まあ、飛ぶじゃ飛ぶよ。飛ばしやるですね。飛ばせれる。でも飛ばせれる。飛ばすし、平均パット去年結構途中までなんか1位だった。途中まで1位で。マジで。まあ結局3位だったんですけど。すごい。すごいね。僕らと違う。超すげえ。ボロボロ弾んで、入れてきました。そうじゃないと稼げないね。稼げないと。やっぱまたですね。あといつまで。まあ、稼げてないけどね。3位なのにシード落ちる。今年は大丈夫だと。大丈夫です。今年は頑張っていただいて。はい。はい、まあ、このクラスだともうクラブ関係ないですね。だいたい、だいたい何でもとりあえずクラブに合わせちゃう。どっかの工房やってる人とは違いますね。某伊藤翔吾っていうやつはクラブがどうのこのいつもほざいてますから。大事だよけどね、クラブは。まあ大事ですよね。でも別に、あくまで補うっていう。補ってくれると大事だよ。いいスイング。ちなみにアイアン今何番？6番。6番で何ヤードですか？2番で190ヤード。190。90。90ヤード。飛ばしは、やっぱりアマチュアの人は、やっぱ手をクラブが走んないことにはヘッドスピードが上がんないんですよ。なので腕を振ってるだけじゃダメ。いや、腕を振るってことが大事なんです。腕を振るのが大事。そうだから、体どうのこうのは後からついてくることであって、やっぱこう腕が振れないとヘッドスピードも上がらないし、やっぱり腕でこう振っていくからヘッドスピードが上がるのであって、はい、やっぱりいろんなレッスンのあれはあるけど、基本はやっぱり腕を振るってことが大事だから、で練習の時に手だけで遠くに飛ばすっていう練習しとかした方が飛距離も伸びるんじゃないかなって俺は思ってるんですよね。それは手打ちとはちょっと違うと思うんですね。うん、手打ちでいいんです。手打ちでそれに体がついてくるだけじゃないしなって、手で早く振る、そしたらタコも飛んでくる、それに対して下半身の反発をつける。そう、左足で蹴る反発をつける、はい、それでもうちょっとさらに上がる。じゃあ足の動きはあくまでアシスト。そう、
足の動きはあくまでもアシスト。土台、土台は上がエンジンで下が安定する土台だと思った方がいいと。だから体使って飛ばしなさいっていうのはちょっと難しいんじゃないかなって。逆に、なかなかやっぱクラブもね持ってるのが手なんで、体で打つっていう感覚がやっぱこのね走んないとやっぱねヘッドスピードって上がんない上がんないからやっぱクラブを走らせるってことが大事のやっぱ力んで力ガチガチに入れてでも全然走んないし、それが俗に言う手打ちっていうのそうクラブが動いてないクラブが動いてないガチガチのこれが手打ち、はい、やっぱりヘッドを走らせるためにはやっぱりこのここの振り子のこの力みなしの振り子のこの、はい、動作が大事だから、はい、だからこの体使わず手だけで手打つ練習をした方がいい。ドリルとしてはドリルとしてはそういうドリルをやった方がいいっていう飛ばしはそういう感じかな。それはやっぱり距離アッププラス道具をうまく使うことによって方向性も良くなったりします。そう道具を使えるようになると方向性も増すし、飛距離も増してくる。やっぱヘッドスピード基本はもうヘッドスピードだから、ヘッドスピード飛ばしは道具を早く振るためにどうするかってこと。ショウタさんもね、飛ばしに関しては負けてないぞっていう感じですよ。負けないですね。どんぐらいめっちゃ飛ぶんですよ、マジで。リアル、多分ね、チェン君と、まあ、同じか前行く可能性はマジですごいです。俺ももっと飛ばしたいんだけどね、ちょっとなかなか最近難しい。触れない。もっと飛ばしたいね。もっと飛ばす方法を教えてほしい、俺に。これ以上飛ばす方法知ってるじゃないですか。いやいや限界があるんですよ、やっぱりね。体もやっぱちっちゃいし。身長何センチです？165センチ。同じだね。同じ。体重70キロぐらい。なんで同じ？体重ももうちょっとね、なんか増やしたら飛ぶんじゃないかなって思ってんだけど、なかなかね、これが直結するかわかんないから。筋トレとかやってるんですか？筋トレはやってますよ。それは結構オフは結構やりました。結構ジン君もいろんなトレーニングしますよね。まあ、マシンも使うしランドレもするし、オフは基本走る。まあシーズン中も走ったりするんですけど、オフは基本走ってて、ダッシュ系多い。ダッシュ系だね、ほとんど。長いランはあんまりしないから。ジン君、僕とショウゴが見てもらってるトレーナーさんにちょっと見てもらってます。オフトレはいつも、トレいつも宮崎で合宿してるので、そのトレーナーさんに見てもらって。ショウゴさん、ガシマシン使うみたいな。マシンってウェイト。ウェイトです。肩に痛めちゃった。飛ぶ？ウェイトやったら。ウェイトやったらめっちゃ飛ぶようになりました。あ、違いなく距離は伸びます。距離は伸びますよね。やっぱ体重も増えるし、まあ、今はもうプロゴルファーもみんなウェイトガンガンやってる時代ですからね。海外の選手はめちゃくちゃやってます。そうなんですよ。なんか硬い筋肉つけるからウェイトはダメとか、ちょっと一昔前の話であって、そうだよね。もう今はもうガンガンウェイトやって、まあ、アスリートの体なんてやってるからですよ。やんなきゃダメだ。やんなきゃダメだね。ダメだよ。体幹も大事だよ。やるのもね。体幹道路じゃ止まらないよ。筋肉の量を増やした方がいいですね。筋肉の量を増やして、そう。瞬発力をつけて、やったら、まあ、それも飛距離アップにはつながる。大事。自己紹介をお願いしてもいいですか。あ、泉田大二郎です。泉田大二郎選手です。はい。まあ、先ほどジン君の話にもありました。一緒によく練習されてるということで、はい。まあ、ツアーも優勝した経験が素晴らしい選手ですね。一発打ってもらった。一発。ベンチだけ。俺の。でっかいな。
まあ大二郎くんの方が得からね。俺よりは20ヤードぐらい、俺より20ヤードぐらいいくから、ね、マジで飛ぶよ。体格の体格だよね、やっぱり。でかいっすね。身長何センチ？身長184センチ。184センチ。でかいし。どっち見ればいい？どっちでもいいです。どっちでもいいです。184センチ、92キロです。92キロ。太りすぎです。ちょっと太りすぎです。筋肉ではないです。筋肉は2割かな。けど松山英樹と全く同じ体型してるからね。お姉ちゃん来た。あ、スーパースターだ。もうすげえ。大阪市。あ、いいね。はじめまして。削ったらまずいです。映せないですか、シン君のお姉ちゃん。お姉ちゃんがいます。お姉ちゃんは子供選手が。俺も来ると知らなかったっすね。ばったり。ばったりっすか。いや、まあ、ばったり。大二郎くんはばったり。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。時間を割いて。また、はい。また機会があれば。あれ、来てくださいよ。ツアーに遊び来てくださいよ。行っていいんすか。全然いいっすよ。じゃあ行きます。ツアーに遊び来て、練習ラウンドとか撮ってよ。マジで。今日アドリはもう、ジン君。そうっすね。俺に全部。任し。講座プロにお願いして。全然俺に。で練習ラウンド、練習ラウンドで飛んでいきますんで、暇なんで。ネタに困ってるっしょ。ネタ困ってます。超困ってますね。ゴルフできない、飲んでない、怪我でゴルフできない。いや全然来てもらってもいいです、はい、ちなみに今後のスケジュールは道県、いやまだ岐阜県オープン行って、岐阜県オープン、道県で、アベマのライザンで、福岡でやるアベマの、はいはい、チャレンジって、クラウンズがちょっとまだ出れるかな、セコビアっていう、はい、PGM? PGM のチャレンジ。あ、ね、まあ、そうやって輪をちょっとずつ広げていけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。講座プロのチャンネルも登録して、ぜひ。何がいいの？ロッカーの状況とか。ああいいですね。裏側、あ、裏側を漁れる限り漁ってもらいたいです。入れちゃうからね。入れちゃうから。その特権を生かしてもらって、特権を生かしてもらって。やりたいっしょ。俺のマネージャーします。それいいかもしれないですね。それ前半半っすよ。まあ、でも今後そういうのもちょっと試合に入れていきたい。OK です。じゃあこんな感じで。